バンブルビー、キュートなお顔に黄色いカラーリング、美女にダサいと言われるとすぐさまかっこいい車にトランスフォーム。我らがアイドルバンブルビーを解説していこう。バンブルビーはオプティマスプライムの右腕にして、映像作品においては主人公級の扱いだが、しかしこのバンブルビー、かなりやんちゃな過去を持っているのはご存知だろうか。時は映画作品の第一作目よりもはるか前、そう、機械生命体たちが地球にお邪魔しますするはるか昔の約1万年前、バンブルビーはオールスパークが作り出した第二世代のサイバトロニアンだった。そして惑星サイバトロンで戦争が起こった。とにかくいろいろなものを破壊したがる自称破壊大帝メガトロンと、さまざまな顔面を破壊して常にいい案を持っている司令官コン、オプティマスプライムがお互いの軍勢を率いて惑星を荒らしまくっていた。バンブルビーの物語はそこから始まる。ちなみにみんなバンブルビー可愛いと思ってるだろうが、実際は装甲を裸にした設定画があるんだが、おっと、なんかメガトロンっぽい何かが内側にいるようだが、まあそんなことは忘れてバンブルちゃんの歴史を解説していこう。バンブルビーはサイバトロン戦争に参加した若き兵士、オールスパークを独り占めにしようとするメガトロン率いるディセプティコンと戦った優秀な兵士だ。当時のバンブルビーはオートボット勢力の偵察兵でホットロッドと共に戦っていた。この時代のバンブルビー、実は司令官オプティマスプライムをして反抗期だったとのこと。そしてサイバトロン戦争が激化し、オートボット側は最後の手段に出た。戦争の火種となったオールスパークを新宇宙へ旅立たせたのだ。そしてそのオールスパークさんがどこに行ったかというと地球。おいおい、迷惑なことしてくれんな。誰だよ、オールスパークを地球に打ち出したやつは。あ、司令官ですか。いえ、何でもございません。顔面破壊されると YouTuber 続けられないんでやめてください。このオールスパーク追跡劇に一番乗りだったのは、何を隠そう、破壊大帝メガトロン。大ボス自らオールスパークを追跡して何かの拍子で地球に氷漬けに。そして一方オプティマスプライムは自ら追跡するかというと、そんなこともなく、我らがバンブルビーに命令した、オールスパークを追えと。しかしそこは反抗期のバンブルビー、おそらくこういったことでしょう。プライム、追跡しろと言われても俺は車にしか変形できない、どうすればいい。そんなバンブルビーに対してエネルゴンソードをスッと起動するオプティマス。あ、いや、完全に妄想でした。そう、オートボットはホワイト企業ですからね。そんなこんなで地球に誰よりも先にたどり着いたバンブルビー、1940年前後に地球へ落着し、第二次世界大戦ではナチスと戦うために連合軍として戦った。そう、サイバトロンのために戦っていた彼がなぜ連合軍になったのか、なぜナチスと戦っているのか、超展開すぎるが、まあそこはマイケル・ベイの映画。細かく突っ込んだやつはみんな爆発に巻き込まれていくのだ。さて、ここからはバンブルビーの性能を解説していこう。バンブルビーの全高は約15フィート。なんとメガトロンの半分のサイズ、約5メートルだ。バンブルビーの戦闘スタイルは常にトリッキーで、小柄なサイズを生かした機動力がその武器だ。蜂のように相手を刺すってね。実はこのバンブルビー、彼にしか使えない特殊な能力を2つも持っている。1つ目はステルスフォース。なんとバンブルビー、車に変形した状態でオートボット時の武器を使うことができる。つまり B は走りながら巨大なプラズマキャノンやらミサイルやらをぶちまけられるというわけ。強。この半分変形して戦うって最高にロマンだよね。やっぱ途中形態のロマンは地球でもサイバトロン製でも同じなんだな。なんか分かり合える気がしてきた。そしてもう一つの機能はリシェーピング。なんとバンブルビー自らの体を分解して、それぞれ個別の部品として独立稼働ができてしまう。もはやホラー。映画第5作目で披露したこの能力やばすぎた。予告編でバンブルビー死んじゃうのって思ったのは私だけじゃないはず。さて、お次はバンブルビーの武装を見ていこう。第二次世界大戦時のバンブルビーの武装はマシンガンにバトルハンマー。この時のコードネームはちなみに ZB7。そして現代のバンブルビーの武装はまさにやりたい放題。小型のボディにこれでもかと武装を詰め込んだ。主兵装はプラズマキャノンにマシンガン。肩にはミサイル発射装置を備える。第3作目では途中変形で走りながらマシンガンを乱射。第4作目ではマルチミサイルランチャーを装備。さらにレーザーキャノンにクラブクローも装備。第5作最後の騎士ではバトルハンマーを持つ。このバンブルビーの戦闘スタイルはまさに高機動戦法。第3作でサウンドウェーブに捕虜にされていた B。しかし一瞬の隙をついて反撃。この場面で B はサウンドウェーブの攻撃を近距離で回避しながら自分の攻撃を叩き込んだ。プラズマキャノンでアッパーをかましながらゼロ距離射撃でサウンドウェーブを仕留めている。第5作ではまさかのラスボス、クインテッサイの一撃をかました。Sting like a B。しかしバンブルビーの最大の武器は何だか知ってるか？そう、ユーモアだ、ユーモア。バンブルビーはそのユーモアが武器だ。非常に強い戦士でありながら、ガレージに隠れるのだけは非常に苦手。サムに怒られるとイラついてテレビを破壊したり、人間の家を破壊する。第4作目では人間が作り出した偽バンブルビーを見てガチギレ。しかもバンブルビーの目の前でバンブルビーはダサい、我々人間はより良いバージョンを作り出したと広報のおっちゃんに煽られると、煽り耐性ゼロで新型の偽 B を破壊する。うん、ユーモアだ。さらに人間のお偉いさに対してオイルをぶっかけるというユーモア付き。非常に人間の文化に精通している。
映画第6作目ではなんと主人公を務めたバンブルビー。実はこの第6作は映画作品の前日談でありながらソフトリブート作品。第5作目ではバンブルビーは1940年前後に地球に来たことになっているが、第6作目では1987年に地球に落着していることになっている。この時系列の矛盾、それについて指摘したやつはさっき爆発に巻き込まれたよ。そして1987年の世界でバンブルビーはブリッツウィングと交戦し発声機能を失ってしまった。この事件によってバンブルビーは声を失い、ネットミームの継ぎはぎでしか喋れなくなってしまったというわけ。でもね、第5作目で声を取り戻すシーンはマジでかっこよかった。さて最後に個人的にバンブルビーの最高のシーンを解説しよう。それは第5作目最後の騎士王でのネメシスとなったオプティマスプライムとの戦い。バンブルビーはご存知、小型のオートボットで大柄なオプティマスとの戦いでは圧倒的に不利。しかもこのオプティマスプライムはクインテスタ姉さんにビンタされたことでネメシスプライム、悪のプライムになってしまってバンブルビーをガチで殺しに来ている。そしてバンブルビーとしては元司令官との戦いなのでかなりやりづらい。しかしバンブルビーはそんなのお構いなしにウォーハンマーでオプティマスの顔をぶん殴りまくる。そう、ここでみんな気づいたはず。オプティマスが顔面破壊大帝ならばバンブルビーも同じく顔面破壊を狙っているっていうこと。必要にオプティマスの顔面をハンマーで叩きまくる。かつての総司令官だからといって容赦せず物理で目を覚まさせる。最高だぜバンブルビー。しかもさらに驚きなのはバンブルビー自分の顔面が破壊されることの対策もしている。そう、元祖顔面破壊大帝がブレードでバンブルビーの顔面を破壊しようとしたその瞬間、 B はフェイスガードを起動してなんとか回避している。そう、バンブルビーこそオートボット顔面破壊流派を最も正当に受け継いだ最高のオートボットなのだ。